さあここからはニューヨークと川越を中継でつないでトークを繰り広げる川越の架け橋です。声にまつわるお仕事で幅広く活躍されているニューヨーク在住大橋小雪さんと今朝もズームでつながっております。では読んでみましょう。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。早川さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に毎朝本当につながるんだろうかといつもこのね、原始人の私はですね、はい、こういった最新のねズームとかっていうのにビクビクしながら毎朝生放送を迎えてるわけですなんかね、早川さんだって私を呼ぶ時の顔が毎回不安そうなんですよこれね、リスナーの方には見えてないんですけどね、ちょっとね、あの小雪さんとだけは、はい、ズームの画面で見合わせてますからね。これね、わかりますか、この不安な顔がそう、つながるかな、大丈夫かなっていう顔されてるなと思いながらね、大丈夫ですよ、毎週ほぼほぼつながってるじゃないですか。ですね、まあはい、ね、本当にちゃんとね声がこっちの声聞こえるのかなっていうね、本当そういう初歩的な心配をしつつ毎朝迎えてますよ、この時間を。いやでもこうやって世界どこからでもつながるっていうの不思議ですよね。なんかすごい遠くにいる感じしないですね。ねえ、ほんと不思議これは。うん、もう毎週、わかります。毎週やっていてもねえ、こんなことできるんだな今はと思いますよ。はい、いい時代になりましたよ本当にですね想像できないですね。はい、ということで、はい、今日もね、はい、ということで、はい、無事つながりましたので、今週はですね、はい、ちょっと残念な話題なんですよ、ニューヨーカーにとっては。ね、ニューヨークの地下鉄公共のね、公共交通機関の MTA というところがあるんですが、要は地下鉄バス料金運賃が値上げしますよっていう、そういうお話ですね。なんとこの間なんか物価が少しなんとなくこう戻ってきたみたいな話をねしたばっかりなような気がしたんですが、早速値上げの話題ということですね。そうなんですよ、これね時々値上がってる感があるんですけど、今回ね、うん、値上げになるのが8年ぶりっていうことで、じゃあちょっと具体的にニューヨークの地下鉄システムからお話ししていくと、日本みたいにですね距離によって値段って変わらなくって、要はこっちってどこに行っても初乗り運賃というか1回の料金が一緒なんですよ。これ面白いですよね。なるほど、飛ばすみたいな感じですかね。そうかも、感覚的に言うと、うんうん、飛ばすが確か、まさにこのバスがそうですよねきっとね、はい、うん、まさにその感覚で、隣の駅に行ってももうすごい遠い場所に行っても料金が一緒で、1回の料金がですね今までが2ドル75セント、これ今日のドル円で換算してみると390円今まではね、はい、だったんですが、これがですね2ドル90セントで411円、まあ金額にすると20円程度ではあるんですけれども、これ1回の料金20円上がるってなかなかだと思いません？そうですね、まあそのお得感はねもともとあるとはいえ、急に20円上がるとね、これは感覚的には大きいですよ。そうですよね、これ1回の料金だとこのくらいの金額なので、みんなねだいたいアンリミテッドって言って1週間フリーで乗れるパスか1ヶ月フリーで乗れるパスっていうのを大体の人たち買ってるんです。これを買うと電車もバスも乗り放題なんですよ。それはかなりね、そのニューヨークで生活する方には必須でしょうね。いいと思います。そう、はい、お得なんですよね、うん、これももちろん値上がってですね、例えば1週間分ですと今までが33ドルだったのが34ドルなので1ドル値上げ、円にすると130円ちょっと、うん、
1週間だと値上げになってしまうと、はい、これが1ヶ月になるとどうなるかっていうことなんですが、1ヶ月分だと今までが1万8000円だったのが1万8750円、750円ぐらい値上がっちゃうということで、これなかなか厳しい部分ではあるんですけれども、ただ乗り放題って考えるとバスも電車も乗れるので、まあ致し方ないかなって思う部分もあるんですけど、これやっぱり MTA ってもう赤字赤字がずっと続いてて結構大変なんですよ。だからそれこそ階段とか電車のホームとかも結構ボロボロな状態で、工事なかなか進まないっていうのが正直なところなんですが、その一方でね、私がすごい気、もう最近特に気になってたのが無賃乗車なんですよね。はあ、それはあれですか、結構問題になってるんですか。もう問題どころじゃないっていうか、前からまあ問題視はされてるんですけど、最近すごい多いなと思ってて、こう日本だと改札くぐるとき入るときって扉みたいになってるじゃないですか、パタンっていう感じになってるじゃないですか、はいはい、あの部分が棒なんですよ、棒のスライド式みたいになっててですね、はい、そこを押して通っていくっていうシステムなんですけど、そこをですね普通に飛び越えたりとかくぐったりとかっていう人をもうしょっちゅう見かけるんですよ。なるほど、もう完全に鼻から払う気がないということなんですね、そういう方々はね。そうなん、そうで、たまにそのポリスなんかがいると捕まってる様子もあるんですが、大体はもう駅員さんたちも分かってんだけど見ぬふりみたいなところになってて、これね昨年ですよね、2022年の損害額っていうのが、ドルで言うと6億9000万ドルで、円にすると970億円。これはでかいですね。そうですよ、だからそのね、賃金を運賃を上げる前にですね、こっちをなんとかした方がいいんじゃないかっていう感じもあったんですね。でそんなところから、これ私全然知らなかったんですけれども、この MTA でですね、先月に入ってから、あの無賃乗車をする人たちの監視のシステムの AI のシステムを導入したっていうことで、現在のところはね7つの駅だけなんですけど、これ年内は20駅以上に拡大していくっていうところで、これ本当に何とかした方がいいですよね。いやーとはいえね、これ難しいでしょう、取り締まりは。たとえね監視カメラがあったとしてもやる人はそうなんです、しかもそれが結構もう当たり前になっているような状態なので、かなりこう取り締まっていかないとどうにもならないんじゃないかなっていうところで、これまだまだ続く、今後もね続くようだったら、もっともっとまた値段も上がっていっちゃうんじゃないかなっていうところでね、え物価もニューヨーク安くないので、せめてここだけはちょっと何とかしてほしいなっていうのが正直なところですね。はい、この間 NHK でうまいこと言ってる人がいましたよ。ニューヨークのね MTA はそのニューヨーカーというかね、利用者のことを ATM だと思ってる、 MTA だけに逆さにするとATM だとか言ってましたけど、うまいこと言うなと思ってましたけどね。もうそれすごい話ですよね、頭抱えちゃいますよ本当。なんかああいうのを見てると、もう子供たちとかも平気でくぐってったり平気でジャンプして飛び越えてるのを結構見るので、はい、そうするとなんかまともに買ってね改札をくぐってるこっちがバカみたいに感じる時もあったりしますもんね。でもこれはねもう切りなくなっちゃいますからね、みんながみんなねアナーキーなことになったら大変ですよ。もうこれ小池さんはね、はい、しっかり捕まらないように大丈夫です、気をつけてくださいね。私はちょっと、はい、もちろんちゃんと買ってあの、はい、無賃乗車なんてしませんけれども、うん、もうちょっとこの何とかしてほしいなっていうのが正直なところ、ね、で、まあ、今後そのシステムを導入することによってね、そういう損害額も減っていったらいいなっていう、そんなお話でした。ありがとうございます。なんかねこの間、はいね、何週間か前の中継で地下鉄の上をほら地下鉄の上をのなんか走ってるというか乗って子供たちが屋根の上に乗ってね歩いてるような人たちの話があったじゃないですか。あの小池さん写真撮ったんでしたっけあれ。
なかなかね、やんちゃな子供たちがそう、本当あれも結構問題になってまして、結局 TikTok とかね、 YouTube 用にもうあっちでもこっちでもああいうことをしてて、この前ね事件が起こっちゃったんですよ。一人亡くなった方がいて、 それでもう多分もうそういうことをやる人はいなくなるとは思いますけど、だから節度を持ってというか、どこまで行ったら本当にダメなのかとか、そのあたりも考えてほしいなと思いましたね。本当ですね。はい、いろいろ教訓もありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ニューヨークと川越をつなぐ川越の架け橋のコーナー、大橋小雪さん、今日はニューヨークの地下鉄のちょっとした値上げの話題、こちらをお伝えいただきました。小雪さん、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、ここで一曲ボーナストラックとしてニューヨークソングをお送りします。本日はジェームス・ブラウンですね。こちらのDown and Out in New York City、 どうぞお聴きください。